タンの時代にシルクロードが開通し商工業者がそれまでの東アジアという枠を超えて受き木をするまた、まあ、国家からさまざまな外交的な目的のために使者が使わされるというようになりアジア交流は新時代を迎えるのですがそれは単に交通が開けたというだけではなしに商工業者は商工業者。 まあ国家と関わる人たちは人たちとしてそれぞれの個人としてのまあ自立性が高まってきているというこういうような社会情勢を背景としてシルクロードの時代を迎えることになったと考えられます。同様のことは西アジアでも生じていてアケメネス朝ペルシアからヘレニズムの時代が春秋戦国新漢時代と時代的にも同じでありますし自立した個人が成長してくるという仕組みも 東西において共通するとこ,ろがありますこのような両社会アジアの東と西の社会の成熟というものが文化交流の新しい時代を生み出していったと考えられます。